本当どうしよう、私もうあの動画中に虫眼鏡持ってこないといけない。皆さんこんにちは、アイリです。今日はですね、全部プチプラでメイクしてみました。あの本当によく出てくるコスメたちもね、あのセザンヌとか登場するんですけれども、あの全部ですね1000円以下で購入できるものでメイクしていますので、よければご覧ください。それではスタート。スキンケアまで終わっています。で、今からファンデーションですね。ミシャのクッションファンデーションモイスチャー、私は21番のカラーです。これはもう本当にあの楽する時のメイクにすごく使ってます。このクッションファンデは目の周りはほとんど塗らずに、周りにですね、周りにサラサラっとのせて、その後スポンジで薄く伸ばしていきます。しっかり薄く伸ばします。特に目元はもうこの辺の塗ったファンデーションをなんか余韻ですね、残りを使うって感じです。特にこれはカバー力があるので本当に目の周りは薄く塗ります。あとあのほうれい線ですね、シワが食べないように、はい、薄く塗ります。でちなみになんですけれども、このミシャのクッションファンデは日焼け止め効果があるんですけれども、私はこれを塗る前に日焼け止めを塗ってます。はい、次がキャンメイクカラーミキシングコンシーラー01番。これはあの前にすごく気に入って使っていたコンシーラーです。でこの中には3色あって、こちらの色を目の下に塗っていきます。でこちらの濃いめの色で濃いシミを隠していきます。目の下はもう本当に薄くですね、チュン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 ってあの優しく叩き込むように伸ばしていきます。シワに食べられないように。はい、で次がパウダーですね。キャンメイクトランスペアレントフィニッシュパウダー PP です。この顔周り、あと T ゾーン付近はしっかり塗って、他はさらっと塗ってます。はい、で次にキャンメイクのパウダーは少しマットな感じになるので、このパウダーをプラスしていきます。無印良品のプレストパウダーハニーベージュです。これはあのどちらかというと中心部分を中心に。はい、では次にアイブロウです。アイブロウがこちらも何回か出てきてるんですけど、セザンヌノーズ&アイブロウパウダー01キャメルです。これで全てを描いていきます。今日もちょっとリリースくなっちゃったような気がするんですけど、はい、行きます。はい、次にハイライトです。ハイライトはもう変わらないですね、もう変わらない、本当に変わらない。こちらセザンヌハイライトスティックとキャンメイクハイライター05番を使っていきます。はい、次に次なんだっけな、アイシャドウいきます。まずはキャンメイクジュエルスターアイズ16番。これ見てるとすごく濃い色に見えるんですけれども、ちょっとクリーミーで、でも手にのせるとサラッとするんですが、こうねツヤっとするんですよね。はい、なのでこのツヤをまぶた全体にのせて、それからアイシャドウを使っていきます。これを塗ることでアイシャドウベースの代わりといいますか、でこの後に塗るアイシャドウがさらにきらめくっていうんですかね、あのキラキラするので、これをね下にベースとして塗ります。はい、で次に使うアイシャドウがセザンヌエアリータッチシャドウ01番です。これをですね、いつも通り眉下に明るいカラーを入れてグラデーションを作っていきます。これはお好みだと思うんですけど、セザンヌだけでも
綺麗なんですが、これだけだと少しラメ感が弱いかなと思って、はい、下にラメを入れることでいい感じに、はい、融合されて綺麗なラメ感といいますか、ツヤが出ます。目元にですね、このギャンメイクのねジェルスタイザーすごく使えますね。はい、で今日はですね、下まぶたの際にセザンヌの一番濃い色を塗っていきます。1/3っていうか半分ぐらいまで少し濃いめに入れて、そのまた余韻を使って前に持ってくるみたいなね、目頭側に持ってくる感じです。余韻っていうのさっきから今日はなんか余韻。はい、では次にアイラインを入れていきます。でアイラインだけかちょっと私が持ってる中でいいなって思えるものがこれしかないんですけど、これがまた廃盤なんですよ。キャンメイクのストロングアイライナー01番、これすごく優秀なアイライナーだと私持ってたんですけど、突然いなくなったんですよ。そうだから多分廃盤になったと思うんですけど、これ良かったです。すいません、ちょっと廃盤品の紹介になってしまって。うん、これまた再販されるといいんですけど、描きやすいんですよね、すごく、うん、色もしっかり出ますし。はい、次がマスカラです。はい、マスカラはいつもいつもキャンメイクのイージーリムーブクイックラッシュカラーです。はい、それと今日はですね、全部キャンメイク極伸びと極太です。はい、これを今日は使っていきます。そういえばですね、ご質問でビューラーを使うとアイシャドウとかアイラインが落ちてしまいませんかっていう風に聞いてくださったんですけれども、私はですねギリギリを攻めます。ピタッとはくっつけないです、まぶたには。まぶたよりちょっと開けてこの上げていく感じですね。まぶたまでつけてしまうとやっぱりアイラインとかアイシャドウが落ちてしまうので、まあ、って言ってもちょっとついちゃったりはするんですけど、くっつかないギリギリラインから上げていきますね。で私それよりもですね、逆にこのビューラーの何か黒いのがここの下あたりにつくんですよね。皆さんどうでしょうか。何回ここ拭いても多分ここだと思うんですけど、ここが当たって黒くつくんですよね。これの回避の仕方を知りたい。で今ビューラーでまつげを上げたので、マスカラ下地を塗っていきます。はい、で今下地を塗った状態なんですけど、これを少し乾かした方がいいので、その間にリップだったりチークを塗っていきます。今日はちょっとセザンヌの登場が多いんですけれども、これもねすごく綺麗なカラーです。もう本当にごめんなさい、もう最近本当に見えなくて、ラスティンググロスリップ RS1 番です。本当どうしよう、私もう動画中に虫眼鏡持ってこないといけない。このセザンヌのリップは本当にツヤ感もありますし、しっとり保湿もしてくれるので、はい、すごく使いやすいです。今日は少し濃いめの色のリップを使ってみました。はい、で次にチークです。キャンメイクマット&クリスタルチークス02番、ピンクのカラーがすごく肌に合っていて、なかなかねこういった肌に合う青いピンクじゃないので、これはもう何回かリピしてます。混ぜるんですけど、少しですね手の甲に落としながら乗せていきます。これもいつも通りまがたまみたいに入れていきます。はい、ちょっと丸くしてからちょっとシャープに入れる感じですね。なるべく高い位置に入れるように心がけてるんですけど、なんかちょっとやっぱり頬の位置が下がってきたのかな、これ笑ったこのここに塗ってると低いのかな位置が。どうだろう。はい、でもなるべく心がけてるのは高い位置でまがたまで入れています。やっぱりこのカラーを塗ると顔がパッと明るくなりますね。うん。はい、では最後にマスカラですね。マスカラを塗っていきます。まずは極伸びを塗って、その後極太を使っていきます。ということで全部プチプラコスメでメイクしてみました。もう本当に今までの動画でねご紹介している
私のねお気に入りのコスメが多いんですけれども、もしよければ参考にしていただけると嬉しいです。はい、ということで今日もご覧いただきありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。